WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、サウスポーできましたね。厳しい表情ですね。チャレンジャー井上尚弥の戦いです。さあナルバエス、ご覧のようにサウスポースタイル、身長差では井上尚弥5センチ優位に立っています。さあまずスピードということですが、ボディパンチのスピードはもちろんあります。今度は右ストレートが左に返し出ますね。力が入っています。力を入れた返した、歴史が動く。いやもう驚きましたね、これもうすぐ動く、ここは痛い。さあ、まあ、もうどうしていいか、もうここも分かんないですね、これ。おお、パンチラスに厳しい表情。おお、また外に打ちました、井上の手が届きました。あとボールコース3のフランス製です。3のフランス製、あとに光ってかすりましたからね。あと一発のダウンで井上尚弥が3のクラブですか。はい、ナルバエスまだ冷静です、ね、冷静ですけど、井上選手のインパクト猛烈ですね、これね。あと一発入ればもう倒れますよ。もうパンチになれる前に仕留めたいですね、これ。いやー、12年間大事ですよ、大丈夫です。世界のトップにいた男、生きる伝説を。いやー、ナルバエスはどうの逃れるかしか考えてないですけどね、冷静は冷静です。まだ1分以上残っています。いやー、ちょっとだんだん冷静さ取り戻してきた感じがありますけど、まだ一発あったら分かりませんよ。まあ焦る必要はないと思いますけど、追い詰めた。ニュートラルコーナー仕留めてももらいたいですね。左のフックダブルで乗っていきます。いやもうものすごい初回ですね、これ。ナルバエスも2度のダウンを喫しながら、まだ恐ろしい、目は死んでいません。ボディーブロー左、まあこの中でもね、足はまだしっかりしてますね。ちゃんと下に返してるのが井上くんすごいですね。やっぱり上下の内訳はできてるんですね、この状況で。もう目の前に手を伸ばせば、そこに世界最速の2階級制覇が待っています。いもう、もう鍋の中のお湯ひっくり返したみたいな状態になってますね、これね。左フック、あー、なりましたよ。まだパンチ生きてますよ、これ。さあ追いかけてくる、左ストレート、ジャブついていってもいい。おー、ナイスボデー、ナイスボデー、ワン、ツー、スリー。左バック動ける、右ストレート、これでダウンを取った。ちょっとひるんだ、ナルバエス。いやー、井上の攻撃が本当力強いですね。おうおうおう、ナルバエス打ち返してきますよ。すごい障害ですね、これ。この3分間で、しかし奇跡的なことが起こることが間違いない。スーパーフライの井上は間違いなく強い。さあ第1ラウンド、井上尚弥がダウンを取りました。一発目で効いてきた、ね、テンプルですね。ああ、ダブルですね。オープニングヒット、この左ヒットもテンプルですよ。頭、本当かすった感じですね。ああ、いや、こんな幕開けはしかし、西岡さん、いや、衝撃的ですね。ナルバエスが倒れるなんて考えもしなかったですよ。プロアマ通算、もう一回紹介しますが、159戦、一度もダウンを喫したことがないというのがチャンピオンのナルバエス。その鉄壁のディフェンスを早くも1ラウンドで井上尚弥が、あれだけね、衝撃的なダウンでしたから、ダウンがなかったことに2ラウンドはすることできないと思いますけど、井上、はい、2階級を上げたことでもう体からエネルギー満ち溢れてるようですね。これが本来のすごい自信ですからね。おっと、左が伸びてきたナルバエス。ただナルバエスはここから何も見せない。あ、プレッシャーかかってますね、井上のプレッシャー。すごいですね、もうこれは本当に新旧交代とはこういうことを言うんですね、これね、やってほしいですね。ナルバエスもう今手出せないんですよ、出したらあと井上に打たれるから。何かを感じてるんですよね、ナルバエスは。それだけスピードの差があるということですか。そうですね、井上尚弥、あるいはナルバエス、カウンター狙いで来るんではないかという呼び終わりましたが、かわして左です、かわして左。高さ危ないというのは、一瞬で右すくみ右切って打ち込みましたからな。はい、すごいです。左を伸ばしてくるナルバエス。だから今もう本当にこうなんか地震が起きた後のような状態になってますから、ここからどう冷静に引き戻すのか、あるいはこのまま乱れたまま行くのか、
ここは井上選手主にしたいですね。はい、竹下さん、はい、どうぞ。井上サイドですけれどもね、インターバル中会場に流れるスローモーションリプレイなんですが、それを井上選手ずっと見てですね、ニヤッと笑いました。そして思ったほどディフェンス、はい、これでね、もう今の畑中選手とペドロデシマ戦を思い出してきましたよね。すごい、これいくつかね、初めてのダウンから、なおこの試合はフリーロックダウン制です。3回のダウンを奪っても勝利とはなりません。今も左フックのカウンターですよ。これもテンプル、左フック、今日タイミングいいみたいですね。いや、もうこれもう本当に恐ろしいですね。ワンパンチですからね、3つともダウンは。ナルバイスは思ったほどディフェンシブに戦ってこないですね。いや、もう行くしかない。このワンツーも今日は壁がしっかりしてますよね。本当にこれが井上尚弥のスーパーフライに上げたことによるパワーアップ、一発で仕留めるパンチ力を備えました。畳右、ボディを入れてくるんですよね。力強い攻撃ですね。危ない、ナイスボディです。圧倒しています井上尚弥。竹中、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 竹中